岡では4年ぶり11回目の開催となりましたボートレースダービー。さすがは勝率上位の選手の戦いとありまして、連日見応え十分なレースが続いています。本日シリーズ3日目の公募、レースはこれより後半戦に入りました。迎えた予選競争第7レース、1号艇は福岡の篠崎元氏、2号艇福井の中島康平、3号艇兵庫の柴田浩二、4号艇香川の三島誠司、5号艇東京の後藤翔氏、6号艇群馬の武須島誠、以上の6人の選手によって争います。予選競争第7レース、注目期待大きく集まりました1号艇の篠崎元氏。今節まだ1着がありません。この陰線で未勝利脱出なるか。そして2コース、昨日の後半戦は落水失格、失点挽回に燃えます2号艇の中島康平。3コースが昨日1着マークしました3号艇の柴田浩二。引っ張る4コース、今日の1レースは大外から鮮やかにまくり出しました4号艇の三島誠司。5コースが5号艇の後藤翔氏。そして今シリーズ苦戦続きます6号艇の武須島誠、再アウト6コースから戦います。枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前スタートしました。予選競争の第7レース、スリットを乗せる1号艇3号艇1周1マークの旋回、インから逃げる1号艇の篠崎、握ったのは3号艇の柴田浩二、差しのハンドル2号艇の中島、4号艇の三島、バックスレッジまくった3号艇の柴田が先頭、スタートは前提正常でした。先頭に立ったのは3号艇柴田浩二です。その後ろ2番手は4番の三島、2番の中島、1番篠崎の接戦、後ろにマーク、さあ2番手4号艇の三島の外、思いっきり握ってくる1号艇の篠崎、内側からは2号艇の中島、2番手は4号艇の三島誠司です。先頭はわずか2停止のリード3番の柴田、そして2番手が4番の三島、3番手が2番の中島、その後ろに1号艇の篠崎、西の1マークトップで旋回は3号艇の柴田、水槽の2番手4号艇の三島、さあ迫ってきた2号艇の中島康平、4号艇の三島に届いた、2号艇4号艇並んだ、2番手接戦となりました。インコースが2号艇の中島康平、アウトコース4号艇の三島誠司、2周2マークの旋回、4号艇の三島が握ってくる、内側から回る2号艇の中島康平、ホームスレッジ4番の三島、4番の三島が2番手、すぐ後ろの3番手が2号艇の中島康平、その後ろを手が離されました。1番の篠崎が4番手で5走、後ろは5番の後藤、6番の武須島、最初の1マーク特選回は3番の柴田、そして2番手は4番の三島、2号艇の中島3番手、さあ迫ってきた1号艇の篠崎元氏、目下のところ上位の体型は3番、4番、2番、そしてチャンスある1号艇の篠崎元氏、ラストターンマークの旋回、3号艇の柴田トップで旋回します、そして2番手4号艇の三島、さあ1号艇の篠崎、2号艇の中島競り合った、3着は1番か2番か、間もなくゴールとなります。まずは先頭で3番ゴールイン、4番ゴールイン、1番、2番、2番と1番は接戦でゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。7レースが終了しています。これは見事な付け舞いでした。3号艇の柴田浩二選手が1着、2着には4号艇の三島誠司選手、そして3番艇ですけれども、これは際どい争いになりましたね。3番艇は際どい争い、発表をお待ちいただきたいと思いますけれども、3番手は2号艇の中島康平選手です。7レースは3番、4番、2番で確定しています。